では次がですね、生田さんは黒霧島、黒霧島、これをちょっとお礼の動画を、はい、はい、よろしくお願いします。生田くんがくれた、そうです、生田さんくれた、でしょ、黒霧島、はい、黒霧島、はい、なんだけど、はい、俺がさっきコンビニで買ってきた黒霧島でもある。ちょっと何言ってるか分かんない、なんで分かんないんだよ。言ってんですか。違う、生田さんがくれた黒霧島、そうです、ね、生田さんがくれた、さっき俺がコンビニで買ってきた黒霧島でもある。分かった、まあ、いいですよ、そういうことにしたら、そうなのだから、なんで、はなんで、だからなんで俺が買ってきたんだって聞いてんの。生田さんがくれたでしょ、生田さんが持っていてくれたの、さっ人パさんとどうぞでしょ、はい、で、なんでまた俺が買ってくるんだよ、おかしいじゃん、ね、まあ、ビールってのはこのサイズでくれたんです、多分どうぞ、1本1本ずつくれたの、はい、1本どうぞ、1本どうぞって、そうです、うん、どうでしょう。こういう六本木でこうやってポンってくれてないの。そうです、そう、うん、5本足りない、5本足りないし、これも丸ごと1本足りないということだ、気のせいじゃないですか。なーに、久しぶりだから言ってる、なに、気のせいだよ、気のせい、気のせいだよ、気のせい、ちょっと嬉しいんでしょ、久しぶりに言えて、そうじゃないじゃん、なんで足りねえんだとか聞いてんの、なんかもしれない、通用しないなんで、どこで、なんで、なんですか、え、ロザリオなんだよ、いいでしょ、いい、いいでしょ、俺もやったのチャイニーズに、なんで、違う、自分で買ったんだ、まあ、ちょっと、お揃いで買ってきたんだ、自分で買ったんだ、自分で買ったんだ、違うし、違うし、なんですか、だから、うん、だ足りねえって言ってんの、ああ、言われてみれば、ね、うん、そうでしょ、うん、俺思うんだけど、うん、あーたが俺がいねえ時に飲んじまったっしょ、しかもこれ丸ごと一本、まあ、平たく言うとそうです。平たく言おうが、ね、立体的に言おうが、そうでしょ、だって1週間に帰ってくるっつうから待ってたけどさ、もう1週間伸ばすから悪いじゃん、しょうがねえじゃん、しょうがないと思うよ、そりゃそうですよね、チャイニーズの、ね、違うし、これでしょうがないの、ビリビリ、仕事、仕事、さっき言ってたじゃん、すげえ待て、君何か勘違いしてるな、俺税関で起こされた気持ちになるって関西日本通じねえんだから違うし、関西に行ったらどうですか、そうだ、そうそうそう、どうでしょう、お疲れ様です、なんなん、しかしこれ1本飲んじゃうか、1週間で、生田さんから1本、これからも1週間じゃないです、引けも引け、2日で終わります、大丈夫か、うん、君大丈夫ですね、そっちの方が心配だわ、別にいいけど俺買ったの、そんで結局だから悪いの陣八さんじゃない、なんで俺悪いの、陣八さんと飲んでください、わかりました、ありがとうございます、1週間後に来るんで、うん、お礼動画撮ります、あともう1週間伸びます、すごいじゃないですか、働くおじさんなんだもん、腐っちゃうじゃん、だーみかんじゃねえし、腐っちゃう、腐んねえし、もうせっかくいただいたやつ腐っちゃう、もともとビールを発酵したら腐ってるし、これも発酵だし、くさんねえし、言い訳はいいんだよ、言い訳じゃない、言い訳はいいんだよ、技術だ、1週間伸ばしたあんたでしょ、お前チャイニーズもすぐ、じゃあ俺は仕事行ってたんだよ、こんなだって持ってきちゃったよ、引けない、お土産ありがとうございます、あ、いいよ、いいよ、後で見ていいですか、いいよ、大阪土産です、そう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 、大阪の名物、いいもんだから見てよ、あ、本当ですか、後でちょっと、いいよ、いいよ、いいと、いいと、まあいいじゃないですか、ジェンパさん、はい、次行きましょう、行きましょう、ね、あなたの言い訳はもういい、言い訳ちゃって、生田さんからいただいた黒霧島、生田さんどうもありがとうございます、これはこちらにね、はい、じゃあ開けちゃいますよ、開けて飲んでお礼ですよ、はい、はい、美味しくいただきますね、また生田さんね、はい、いい男ですわ、いい男、あのね、顔とかじゃないですよ、じゃあ何、ここ、この間暑いの、バカか、毛包か、なんで、岡光に抱きしめたのか、なんで、だから違うんだよ、ハート心がなんだよお前、胸痛これだこれ、しかもいやらしいね、胸痛ねえ、そっちだ、違うよ、そっち目覚めた、俺はこっちだからだよ、まあいいよ、まあ、おかびつに出てもないだね、なんだねジム変わってるでしょ、だから気持ち悪いよ、なんでね、いやいや、ほんでね、もうハートがね、うん、熱いの、
熱いっていうか似てるんですよ。どうしてんと？じゃああんまりこう細かく詳しく言えないんだけど、リアルな話の部分がすごい似てるところがあって、スケベなのか。そうそうそう。バーッ！なんでなんだってスケベじゃん。バーッ！人バカバカ言うなよそんなに。なんだスケベでんじゃん。自分がスケベなことに2週間してくれ。ダン！違う違う違う。なんだこれ。ダン。それも違うし。なんだ。まあとにかくねそれはまあ言えないけど、うん、もうあれ。すごい長い友達でいれる感じの人ですよ。合わせたいみたいな。あ、紹介してほしいね。うん、ね、いつかね、こういうファミリーの人たち。みたいね。うん。え、というかね、みんなヤクザ嫌いだよ。だ、ヤクザね。じゃあ、シャテンなんだよ。ゴリラ。そう言っとけたな、生田さんあれより強いぞって言って。いいよ。いいよ。戦闘能力5万ぐらい。5万。すごいぞ。俺最強だぞ。俺5万ベリーだよ。いいよ。うん、なんだって、俺。いいじゃん、出水人じゃ50ベリー。まあいいや、だから俺どうあ、じゃあ開けるよ。はい。陣八さんとって言っても聞いてくれたんですからね。生田さん、美味しく黒クエシオンいただきます。いやいやっす、ありがとうございます。やっと飲みますよ、ずっと来ないから。うん、もうなくなってほしい。困るんですよ。はいはい、いいんですか、すいませんね、先に半分ぐらい。でも半分ぐらいしましょう。これそうですね、この辺自分でとうまあ、このぐらいで同じぐらい。そうですね。で、お礼をね、いい匂いだね。あ、マジだ、マジだ。じゃあお礼言うから。あ、はい、ちゃんとカメラを見てお礼を言ってくださいよ。そう、それはまさにチャイニーズの19歳の女の子の目を見るような感じでこう、熱いどうしたんですか。しっかりだと思って。こういうんだ、なんか変な病気移されたんじゃないの。違うし。どうだった出張。忙しかったでしょうね、ずっとベッドの中で。違うんですよ。どういう出張なんだよ、具志堅。それは言っちゃっていいんですか。なんでそれ、なんでそれ。あのね、言っていいですか。言わなくていいもん。大体極道ってさ、うん、男を磨く商売でしょ。じゃ知らないの。そうなの。お前はなんだ、頭ばっかピカチカ磨きやがってブル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 やってきたのか、外人に。いらねえことばっか言うのね、この人はね、本当にね。チャイニーズですよ、僕のって楽しいんでしょ。ね、どうせ日本語通じないと思ったからあれでしょ。全然起こされてる気分でね。武器なんですか。武器なんですか。ちょっとあの、はい、ほら見てる人たちがさ、カットしてほしいです。いいからして、いい。本当にするです。いいから絶対受けるよ。うざいね。ね、そういうふうに思っちゃうんですよ。そしてマジでマジでやめてちゃう。カットしてほしいですか。しない。本当にどこまでカットするようにいいですか。そのさ、なんかマカオのことちょっとカットしてよ。なんでなんでもカットするカットしてもいいけどさ、タダっちゅうわけにはいかないでしょ。タダよっぽど高校生の自分タダっちゅうよっぽどねえ、だいたい極道自分の方じゃねえか。そんな高くないから払いなさいよ。何よ。15万。支払いが今月も追いつかないのか、この男は。うん、なんだよ、車検取りてんだよ。金額の来週取るから。あ、動く。今財布の中でいくら入ってんだ。10万ぐらい入ってんのか。うん、5000円ぐらいあった。じゃあ後で財布とその時計置いてきて。時計新しいやつだな。買ってきたのか。買ってきたのか、出張で。前からあったんだよ。嘘だよ、買ったんだろ。武士金かね。なだって言うから。チャイニーズ連れて買い物とか行っちゃってよ。カットだからな、もう高いんだろ。これ、前からおったら売っ払っても15万くらいになるのか。なるな。知らないし。知らない。そんな態度でいいとこ。行け。どな、なんだよ。車検取りてえから15万出せっつってんの。うん、動くのがいいと思うけど。なんこれ払うんだ。俺払わない。これ乗っけちゃうよと。あ、もういいんだよ。いいんだよ、もう。今日はしょうもねえな、本当に。飲むよ。そうですね、そうですね。おめでとうございますね。おめでとうございます。はい。なんか俺は？もう忘れた。生田さん。もう大丈夫？大丈夫。しょうがないでしょ。ね、変な病気もない。大丈夫。たまに。いい、ね、いい生田さん。ね、生田さん。生田さん。美味しくいただきます。いただきます。いただきます。いいですか？じゃあいただきまーす。うん。
なんかお腹いっぱいになってきちゃった。焼酎は結構くるね。でもすっごいいい匂いでしょ、うん、俺は最初もらってさ、開けて飲んだ時さ、すげえうまいなと思ってさ、ね、うん、ね、焼酎をみんな持ってきてくれるけど、なんかいい匂い、いい匂いのやつばっかだね。なんか焼酎の方が体にいいんだ。ああ、なんか聞いたことあるぞ、うんうん、なんかね、まあ、さすがにでも、もう一回ぐらい行きましょう。行きましょうか、うん、別に飲みたいからじゃないですよ。飲みたいでしょ。いやいや、少なめ少なめ、まだ俺先は長いから。少なくちゃ少なく。どのぐらいいいですか。もう好み。あ、てかそれただごめんなさい、本当に。おーおーおー、本当すみません。また俺はあれか。大丈夫ですか。いいじゃん、2週間あれ結構飲んできたんでしょ。だし、出張は飲んでる暇なかったよ。嘘だね。本当だよ、忙しくて。何飲んでたの、こっちは。水、お茶と水。お茶と水なんだ。ミネラルウォーターだよ。飲んで。あ、そうですね。いや、俺言ってくださいほら。まあ、無限これちょっとって飲んでいい？なんだよその目、無限。俺は許しても市長さんは許さないから口もんなくなってきちゃったよ。おいしくいただきましょうか。そうですよ。いいですね。はい、俺言ってください。生田さん、おいしくいただきます。もう勘弁してほしいの。ね、ゆっくり飲もうよ。ゆっくり飲んでるじゃないですか。とこうグッていかずにさ、もうチビチビさ、ウイスキーの飲むみたいにこう舐めよう、ね、だって俺でしょ、中国って継がれたりする。中国は知らないけど、うん、ね、いいじゃん、もう来たぞ。すぐ話そらそうですよ。日本だったからね。じゃあ、いいですよ、これはまたゆっくりこの先は飲まさせてもらいましょう。はい、ですか。ごちそうさまでした。とりあえず全員に俺を言わなきゃなんないから、うん、次行きましょう、はい、今度は俺でも本当この霧島シリーズってのは全部美味しいんだから、うん、なんかいいね、あ、待って、これ何焼酎なの。知らない、見えないからいいや。老眼、老眼自由ですね。でも乳首が見えるんでしょ。誰でも見える。次そんなことばっかり。次だよ。自分で撮ってやってんねえし。だってなんだその頭は。あ、尊敬してるんで。同じ髪型にまたします。ちょっと違うぞ。え、ちょっと違うけど同じです。もう全部切っちゃうよ。今日尊敬してるんだ。なんでいつもこうジンパチパッとしてるんですよ。流行らせようと思って。はい、わかりました。はい、次の、はい、さ、では次は山本くんからいただいた赤霧島。